こんにちは、ハッピーステータラーのヒッチです。こんにちは、フィンドワンのデザイナーのマサです。本日リメイクしていくアイテムはこちら。はい、こちらでございます。ハッピースの、カーゴジャケット、こちらをエアブラシを使ったステンシルリメイクと、構成をノンスターカスタムでブラッシュアップしていきたいと思います。ちなみに、ステンシルリメイクは本邦初公開となりますので、こちらも注目して楽しんでいただけたらと思います。いきます。それでは早速レッツパリ。
完成いたしました。こんな感じに仕上がりました。オリジナルのステンシル版を作って、腕に大胆にエアブラシで吹き付けて、個性的な柄の生地をパッチで使ったりチップにカスタムしたりと、ブラッシュアップしてみました。ベースのアイテムが、ミリタリージャケットだったのでちょっとミリタリーという点を意識して、テイストを合わせて、ブラッシュアップしてみました。エアブラシの吹き付ける、塗料の色や、吹き付け方によっても全然表情が変わりますし、もちろん、背中とかもね結構ガーッと今日は着てるのでこちらにブラシをいろいろと吹いていくだけでもより個性的になるかなと思います。一工夫加えるだけでこのようなオリジナルのデザインも刻めますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、こちらのアイテムで使ったリメイク手法以外にも当店さまざまなリメイクの手法を受け付けております。なので、詳しくは概要欄の方もしくは店頭まで直接ご来店ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。今回の動画が少しでもいいなって思っていただけたらぜひ高評価チャンネル登録そしてコメント絶賛よろしくお願いいたします。お待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。ありがとうございました。